岩手は、大日本帝国海軍の装甲巡洋艦。出雲型装甲巡洋艦の2番艦。1901年3月18日、アームストロング社にて巡航資料集。翌日19日に、日本へ開港。同年5月17日、横須賀に到着した。日露戦争時には、最新鋭の装甲巡洋艦として、第二艦隊の第二戦隊に所属し、都の艦を、 岩手、機関を姉妹艦の、出雲が務めた。後方を任されるとの艦は、敵の攻撃が集中しやすく、ウルサン沖海戦や日本海海戦に参加した際には、大きな被害を出している。ウルサン沖海戦の際には、撃沈した、総工寿命艦、流陸の生存者の救助に当たった。この行動は、国内外で称賛され、後に、この救助活動をもとにした。 上村将軍という歌が作られている。スラバヤ沖海戦で敵兵を救助した、工藤俊作もこの歌を、祖母から子守歌のように聞かされていたとされている。上村将軍作詞、佐々木信仰作曲、佐藤モスケウルさん沖の雲晴れて勝ち誇りたる追撃に、艦隊勇帰るときみを沈めいく、リューリック恨みは、不可規的なれど捨てなば視線彼らなり、英雄の超ちぎれ剣。 救助と君は叫びけによりしも起こる軍学の響きと、共に永久に高きは、君の功なりに応は、君の誉れなり1921年9月1日、一等解剖官に変更に、等級廃止。船体の大きいこと、居住性の良さなどから、主に練習艦対参加官よりとして、遠洋航海に従事し、多くの士官候補生を育てた。 遠洋航海参加はカトリ型練習巡洋艦の竣工する前年の1939年まで続いた。解剖艦の定義見直しに伴い1942年7月1日に一等巡洋艦に復帰。1945年7月26日、クレグン空襲で沈没するまで練習艦として使用された。戦後引き上げ解体される。客中なき限り。 日本海軍史第9巻第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。ありがとうございます。